皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、マッカチンでございます。今日は広島県の、ここはどこだ？西しわ郵便局だから、しわというところに来ております。今から行くところなんですけれども、皆さん大好き自販機うどんではなく、瓶の、キリンレモン、バヤリースが売っている自販機に行きたいと思います。これを撮影しているのは2021年2月の5日くらいかな、まあ、多分もうね売り切れとるとは思うよ。前行った時にお店の方が一応年末年始1月ぐらいまでは、まあ、売れるように在庫は確保してるんだよと言っておりましたので、まあ、そのお言葉を信じてこの2月の6日瓶のキリンレモンを買いに自販機まで行きたいと思います。それでは、短い動画ですけれどもご視聴の方どうよろしくお願いいたします。では行きましょう。今日はまあ冬も真っ盛り、まあ立春ももう過ぎてねだんだんと暖かくなっていくんだけど、今日は本当に暖かいね。冬なのに暖かい、だからまあバイクでも出れるっていうところなんですけれども、ちょっとね足の方の防寒をしっかりとしまして全然寒くないと、これだったら北極だろうがどこだろうが生きれることを言えれるの、靴を買いまして、まあ、これで今走っとるわけでございます。まあ本当に足先指先が全然寒くないと、ハンドルカバーで指先は寒くない、この靴で足先は寒くない、もう完璧だなと思いながら走らせております。ただこの靴の、弱点というのは中にまあコアが全体的に敷き詰められておりまして、すごく暖かいんですが、インナーの方までコアまみれになっておりますので、簡単に言うと滑ると、歩くと滑るですので、まあ、このバイクを乗るときは全然問題ないんですが、歩くときは、すごく致命傷な、靴ということでございます。まあ街歩き用のね靴は靴でちゃんと別に準備しておりますので、そこはまあ問題はないかなと思っております。だってまあコロナもね収束の、する兆しが見えないという中で、なかなかこうずっと家にこもっているわけにもいかないですし、緊急事態宣言が発令されていると言っておりましても、どこかには出たくなってしまうのが人間の性というものでございます。山に行ったり海に行ったり川に行ったりといろんなところを、ね、ぐる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 回って、できる限り街には近づかないように、街には近づかないようにとはしておるんですが、やっぱりこう買い物とか通勤とかで、行ってしまうことになると、その時は本当しっかりとアルコール消毒と角度各種もろもろ予防しながら行きたいなと思っております。今ここは、しわというところを通ってもう少しで広島市に入ります。お、入りましたよ。広島市安芸区に入りました。通行止め、通行止めでございます。あ、こっちはいいんだね。中型車両通行不可、中型じゃないね、小型でもないし超小型車両なので問題ないと思います。では行きましょう。ただ今から行くところなんですけれども、ボンボン具屋さんじゃなくて文房具屋さんの前に自販機が置いてありまして、そこがキリンレモンの瓶を専門に販売していると、まだ在庫があるのか売っているのか、売ってたら嬉しいなというようなレベルですけれども、楽しみにしていけたらと思います。しかしこうもうなんか春の陽気っぽいですね。走っててすごいあったかくて気持ちいいなと思ってます。ほんとこれくらい気持ちよかったら全然なんかいいよねって感じですよね。本当に靴はあったかいし、指先も足先も全然冷えないし、はあ、早く買っとくの。おお、畑仕事される方、ここで畑仕事されてんだ。本当に初めて見た。畑はあるなーっていうのはずっと前から知ってたんですけれども、いやここからそこでやる人おるんかなーってずっと思ってましたからね。え、走っとる人がおる、すげえな。どういうルートを走るんだろうと思って、分かんねえな。山の神でも目指してるのかな。さて今は2時39分でございます。本当はこんなに天気が良ければね、ちょっと島根の方まで行って、水仙の見える海岸通り行きたいなって思ったりもするんですけどね。一応まあ今は県外出ちゃダメよっていう話なんで出れねえよなあ思うて、よっしゃ
もうそろそろで、瀬戸駅に着きます。まあそれにしても今日は本当あったかいわ。直射日光っていうか、まあ雲が一つもないわけよね。霞んではおるけど雲が一つもないって、もうこれすげえことだぞ。普通だったら雲あるけね。みんなは C125 カブ。かっこいいな、欲しいなって思うよね。このクロスカブも全然ね、問題なく動いてるし、好きだけいいんだけど、やっぱあと 15cc 欲しいなって思っちゃうよね。なんか理想はこいつにあの125のエンジンを移植するっていうのが一番いいかもしれんのだけどね。まあ移植するんだったらあの新型グロムのエンジン移植、5速よ5速125で5速だけどね、最高じゃん。すげえ勢いで来るな今の軽自動車。自分の車幅分かってんのかな。よっしゃ、もう少しで到着いたします。よっしゃ、ここを抜けて、中野東駅の前を左に曲がります。うんと、ここですね、ここを左に曲がります。そして踏切があるので一時停止、右見て左見て右見てスタート。そしてそこに、見えます、たこ焼き屋さん、なかなか美味しいのでぜひ一度食べに来ていただければと思います。でも今日は、そこが目的地ではないので、今日はまっすぐしていきます。さて見えてきました、野村文具店さんでございます。あ、まだあるっぽいぞ。あ、ある、販売中じゃん、まだ。お、まだ販売しとるわ。キリンレモンは美味しかったです。あれ何なんですかね、あの缶で飲むキリンレモンとか、ペットボトルで飲むキリンレモンと違って、口当たりはまろやかだし、炭酸もこうプチプチしてすごく気持ちいいし、瓶で飲むやつって美味しいよね。これすごく不思議、なんでこんなに美味しいんだろうってすごく思っちゃう。でもまあこれも飲めるのもあと少しだと思います。まあ去年の12月でキリンレモンの生産は終了いたしました。ですので、残っているのはあそこにある在庫だけになっております。なので皆さんも飲みたくなったのでしたら早めに行っていただければと思います。
今日の動画は野村文具店さんの、キリンレモンを飲みに来るという動画でございました。まあそろそろ3月になって暖かくなってくると思いますので、また遠くに出てラーメン屋さんとかお好み焼き屋さんとか、観光地とか景色のいい場所、そういうところを、皆様に紹介していけたらなと思っております。それでは今回の動画は、ここまでにいたします。最後まで見ていただけた方はグッドボタンと登録の方をよろしくお願いいたします。それは、私の唯一の楽しみでございますので、唯一の楽しみなわけではないんだけどね、やっぱ登録してもらったりグッドボタンを押してもらうっていうのはすごく動画を作ったり上げたりするモチベーションになり得ます。てかモチベーションになってます。それではまた、次回の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。